フレッド・マークルは、主に1910年代に活躍した、メジャーリーグ・ベースボールの野球選手。主なポジションは一塁手。アメリカ合衆国のウィスコンシン州、ウォータータウン生まれ。宇ト・右打ち。主に、ジャイアンツとカブスのレギュラー一塁手一だったが、19歳だった1908年の優勝争いで起こした走塁ミス。マークルズ・ボナーは、彼の名前を九死に残すこととなった。 1905年からいくつかのセミプロチームで投手をしていたマークルは1907年にサウスミシガンリーグのテカムセ球団での活躍が目に留まり2500ドルでニューヨークジャイアンツと契約し入団する。主に一類種として1年目は15試合、2年目は38試合に出場した。マークルが所属していたジャイアンツは1908年シーズンにカブス、 パイレーツと熾烈な優勝争いをしていた。同年9月23日のポログラウンズでのジャイアンツ対カブスの試合に、マークルは負傷したフレッドテニーに代わって一塁主として試合に出場する。試合は1対1のまま9回裏、ジャイアンツは西一塁からマークルが右翼戦にヒットを放ち、一塁のムースマコーミックが三塁へ達する。 次の打者アルブリッドウェルがセンターへアンダーを放ち、マコーミックを迎え入れると、ポログラウンズにはファンがなだれ込んだ。この時、カブスの二塁手、ジョニー・エバースは、中堅手、アーティー・ホフマンにボールを要求する。意図が読めなかった、ホフマンの送球はそれ、ジャイアンツのジョー・マクギニティの手によってボールは群衆の中に放り込まれた。やがてどこかからボールを得たエバースは、 この試合の主審だったハンクオーデーに対し、マークルがフォースプレーの状況で二塁を踏んでいないことをアピールした。後の先制供術書によると、マークルは二塁から約15フィートのところで向きを変えて、クラブハウスに引き上げてしまったという。アピールは認められ、主審のオーデーは、マークルのアウトを宣告、観客がなだれ込んでいたため試合続行は困難なんで、また、 日没時刻も迫っていたためこの試合は日没コールド引き分けとなった。ジャイアンツはリーグに抗議したがリーグはオーデーの判定を指示し必要ならばシーズン終了時に再試合をすることと裁定した。実際シーズン終了時点でジャイアンツとカブスが同率で首位に並んだためこの再試合が行われることとなりこれに カブスが勝利して、リーグ優勝、さらに、ワールドシリーズにも勝利した。非難を浴びた、マークルの翌年の成績は、打率。191と大きく落ち込んだが、監督のジョン・マグロウは、まだ若かったマークルを擁護し、マークルを使い続けた。その甲斐があってかマークルは1910年以降、ジャイアンツのレギュラー一塁手として活躍するようになる。 1911年には、リーグ3位となる12本の本塁打を記録し、この年の最優秀選手の投票で7位となった。翌1912年に、マークルは打率。309と11本塁打、87打点と37盗塁を記録するなど自身最高の成績を上げたが、この年のボストンレッドソックスとのワールドシリーズの第8戦で、 彼は再び不運に見舞われる。延長10回に、ジャイアンツはマークル自身の敵地打でリードしたが、その裏に、中堅守のフレッド・スモッドグラスがフライを落球する。1アウト1・二塁となった後、トリス・スピーカーは1塁方向へ高いファウルフライを打ち上げる。当然マークルの守備範囲だったが、投げていたクリスティマ・シューソンが、保守のマイヤーズに補給を指示したため、 打球は譲り合った二人の間にポトリと落ちてしまった。命拾いしたスピーカーはヒットを放つ。試合はレッドソックスが逆転勝ちを収めたのだが、翌日の新聞には、マークルがまたやったという見出しが踊った。重要な試合での失敗や不運によって、マークルには、ボーンヘッドの印象が強く付きまとうことになってしまったが、マークル自身は、 ジャイアンツの中軸を担う強打者に成長していた。チームメイトは彼をチームの中で最も利口な男と評していた。監督のマグローはマークルについて足はそれほど速くなかったのだが、マークルは三刀が上手かったと書き記している。マークルは1915年シーズンまでジャイアンツの小一塁手として活躍した。1913年の12月、マークルは マグローが率いる世界周遊野球チームの一員として来日し、芝区の三田球場で行われたエキシビションゲームで、レフトの場外に大きなホームランを放っている。打球は三田球場のレフト場外の芝区と麻布区の境界だった古川を越え、このホームランは芝から麻布まで飛んだホームランとして当時長く話題になった。 1915年シーズン途中、マークルは、ホシュルー・マッカーティーとのトレードで、ブルックリンに移籍したが、ブルックリンでは24試合しか出場せず、翌年シカゴ・カブスに、金銭で、トレードされる。カブスには1920年まで3年在籍し、1918年の、ワールドシリーズにも出場している。カブスを離れた1921年からは、 インターナショナルリーグのロチェスターに在籍し、1924年に22本の本塁打と打率、351の成績を残した。この年アンキースがこの活躍に目をつけ、マークルは1925年に高知県人の選手としてメジャーリーグに再度登場することになる。マークルの遺跡に関して当初ロチェスターは、 まだ若かったルー・ゲーリッグを見返りに求めたが、これはヤンキースが拒否し、結局金銭でのトレードになった経緯があるという。ヤンキースに2年在籍した後マークルは引退し、マイナーリーグの監督を短期間務めた後、フロリダで、ルアーの製造会社の共同経営者などをしていた。1956年に、フロリダ州デートナビーチで死去。ありがとうございます。